い、どうも皆さんこんにちは、ゆきでございます。ということで本日が2月の27日土曜日週末でございます。お時間が午前10時35分というところで今日の動画を撮影しております。今日も皆さんに元気と情報をお届けしてまいりますので、ぜひね最後までお付き合いください。ということで僕のチャンネルでは365日休まず仮想通貨のチャートを追い続けてきた僕の、チャート分析をメインにその時になったリアルタイムの仮想通貨にまつわるニュースなどなど、楽しくお送りするチャンネルとなっております。仮想通貨に興味がある、仮想通貨の投資を始めてみようかな、FX に興味があるよという方はぜひねチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援してください。よろしくお願いいたします。ということでさあ早速ね今日もね、始めていこうかなと思うんですが、昨日ですね動画出す予定だったんですけれども、ちょっとね今リア充ならぬリアバタでですねちょっとバタバタしておりまして、これからもちょっとね数週間ぐらいはちょっとバタバタして動画の毎日更新ができないかも。一応ツイッターでね今日ちょっと動画を休みしますよっていうのはねツイートさせてもらおうかなと思ってるので、まあ、もしね今日の動画あるかどうか知りたいという方はもう、チャート分析をね、リアルタイムで知りたいという方も含めてねツイッターの方をフォローしておいていただけたらなと思います。はい、ちょっとねご心配もかけてしまうかなと、ゆうき毎日動画更新してるのなぜかしらってならないためにも、ツイッターの方はねフォローしておいていただけたらなと思います。フォローはね動画の概要欄に、ツイッターのねアカウントの URL 貼り付けてますので、そちらから飛んでもらったらフォローできます。はい、あとはですねいつも通りですが、もうだいぶね告知してきたんでもうさらっと口頭だけで、告知しますが、おすすめしてるバイビットね、バイビットの、入金キャンペーンやっておりますよというところでございます。初回入金したらもういくらでもいいから入金すれば3000円ボーナスがもらえますよと。で、その後は10万円20万円100万円と相当ね、ビットコインを入金することによって、5000円、1万円、5万円とね、ボーナスがもらえちゃいます。で、バイビットのおすすめのポイントといえばですね、そのボーナスを優先的に使えるっていうところが一番僕はでかいかなと思ってます。はい。なので、そのね、ボーナスを使って自分の資金を減らさずに、トレードの体験をするっていうことができちゃいますので、はい。ぜひね、皆さんやってみてください。はい。で、やり方はですね、動画の概要欄にバイビットの口座開設用の URL 貼り付けてます。そちらから口座開設してもらって、で、対応のね、資金入金してもらいます。でその後もう一手間いりますよ、これ忘れないで。結構ねちゃんと言ってんねんけど、オフィシャル LINE の方にねボーナスの配布の仕方がもらい方が分かりませんって言われちゃうんですけど、その後は Google フォーム、バイビットの Google フォームがあるので、それも、動画の概要欄の URL、貼り付けてます。ボーナス受け取り用の、Google フォームっていうねところにリンク貼り付けてますので、そちらから飛んでもらったら、注意事項など全部書いた、ページに飛びますので、その注意事項に従って、自分の会員番号みたいなものをね、バイビットに送信する、必要がありますので、そちらまで必ず、行ってくださいというところでございます。はい、というわけでね、始めていくんですけれども、いやー、ちょっとね、本当にね、仕事も含め、ちょっとリアルがね、充実はしてない。バタバタしてる。はい。なので、ちょっとね、皆さんには寂しい思いさせてしまうかもしれませんが、できるだけね、毎日更新は、していこうかなと思ってますので、まあ、そちらをご期待いただいておいて、まあ、動画が上がらなくても、そんなにがっかりしないでっていう、意味合いで、Twitter の方はね、見といてもらえたらなと思います。はい。で、気になるニュースからいきましょう。気になるニュースが、仮想通貨カルダノー。これ最近もうみんな気にしてると思います。なんやったら、時価総額ランキングついにね、バイナンスも抜いて、ポルカドットも抜き去ってね、また再び3位まで浮上してきておりますよというところ。で、そのね、みんなが今気にしているカルダノエーダが、3位に浮上した3つの背景は何ですかっていうニュースが上がってきておりますので、皆さんにね、お伝えしていこうかなというところでございます。まあ一応ね、文章を読んでいきます。27日ね、価格が史上最高値、最高値の 8.29 ドルに達し、仮想通貨バブルだった2018年の1月、最高値の 1.18 ドルを上回ったよというところが書いてあります。で、今週ですね、続伸を受けて、ここにはその要は3位になったよっていうのが書いてありますね。はい。で、続きましてが、この好調の背景。ここはね、多分皆さん、しっかりと頭に入れておいた方がいいんじゃないかなと、お耳に入れておいた方がいいんじゃないかなというところでございますが、では、なぜエイダが今週において、ビットコイン、イーサリアム、BNB よりも、ね、BKB ちゃうよ。バイクだけにブンブン言ってる場合じゃないからね。はい、高いパフォーマンスを見せているのかっていう、主に材料視されている、要素は以下の3つと見られるというところですね。はい、まず大型アップデート、多分これメアリーやと思うんですよね、大型アップデートのメアリー、メアリーマイラー、メアリー、うん、それ
エリ、ごめんなさい、メインデート実施予定と、プラス、ドバイファンドがエリエを購入したと、カルドのね購入したと。でグレースケールがね、まあ、これも有名なところですよ、カルドの、投資信託を検討しているとね、大型、ドバイグレースケール ADG、バイクだけにブンブンっつってね、うん、言ってる場合じゃないんですけど、2月25日になぜ、大型アップデートのメアリが、3月1日にメインネットで、実施されることを正式に発表されたんですね。これが結構ねこうグイグイグイって伸びた理由にもなってんじゃねえのっていう話はされておりますよというところですが、カルダノの、チェーン上で独自のトークンの発行とか、マルチアセットの対応などの新機能が追加されると、ね、いうところが、まあ大型、アップデートの注目ポイントですね。で一応ねそのドバイの投資ファンドっていうのが、FD7 ベンチャーズ、なんかもうアベンジャーズみたいな名前ついてるけど、800円相当に、相当するビットコインを売却する計画を発表して、その800億円じゃあ何にすんのっていうのは、ADA とポルカドットドットをね、買っていくよっていうのを発表したというところですね。でそこの同社のマネージングディレクターは、カルダノとポルカドットは、それに含めてイーサリアムもねは、Web3.0 これちょっと喋り出すときりないから、あの Google で調べてください。 Google 先生に聞いてください。 Web3.0 って何ってね、はい、Web3.0 の基礎であり、いずれビットコインの価値を上回る可能性があるよっていうことを言ってると。まあこれちょっとねずーっとだいぶ前から僕も忘れたけどいつの動画か、ちょっと言ったと思うんですけど、まあイーサリアムはね、今後ビットコインを上回るようなね、価値になるんじゃないかっていうのを指摘されてるんですが、このあたりはねちょっと押さえておいてもいいかなというふうに思います。なのでまあイーサリアムカルダノドットこのあたりはまあ長期的に保有するのも考えておいてもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますので、まあこのあたりはねぜひ参考にしてみてください。でね一応この辺のアルトコイン系はね僕の、投資部門、アルトカ課長のですね、トムちゃん、うん、アルト部門部長にしようかな。アルト部門部長のね、トムちゃん、よくですね、コメントしてくれてるんですけど、動画の、コメント欄見てください。その方が結構ね、もう詳しくアルトコインの、今このアルトコイン注目でやでとか、このアルトコイン買いやでとかっていうのをね、結構細かく書いてくれて、しかも、まあまあ当たってる。ほぼ当たってんちゃうっていうぐらいのレベルで当たってるので、ぜひね、その、コメントは、皆さんね、確認しておいてもらえると、皆さんに有益な情報がね、拾えるかもしれない。なので、僕の投資部門部長、スーさんプラス、アルト部門部長の、トムちゃん、この二人のコメントは、随時ね、確認しておく必要があるのは、間違いない。まごうことなきね、事実でございますので、こちらはぜひね、皆さん、参考にしていただいて、皆さんのね、投資に役立てていただけ、活用していただけたらなと思います。ただ、さっき言っとくよ。スーさんの言ってること、トムちゃんの言ってることが、もしね、誤りがあったとしても、まあ、それをディスカッションするのはいいと思う。僕、こうやって思いますよ。あ、けど僕はこう思いますよ。これは素晴らしいと思うんですけど、なんか、それにケチつけるというか、ダメ出しするみたいなことは一切やめてください。そういうことをする方は、一瞬で僕は退場させます。うん、さよならします。投資は自己責任。その人の情報を、いかように使うかっていうのも、その人自身なので、うん、その人に、例えば家族を人質に取られてね、お前の娘を預かったぜ、カルダの100億円買え、みたいなね、ことをされてるんやったら問題やけどね、こういう情報があるよっていうのはね、誰でも提示していいわけですよ。それを精査した上でそれを買うかどうか決めるのは自分であるっていうのはしっかりとね忘れないようにしておいてください。その情報は、確認して活用するのはいいけど、それをねやったがゆえにお前のせいでみたいなことは絶対にないので、そこだけね、しっかりと押さえた上で情報はね用法用量を守って、扱っていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで、続きましてちょっと時間がね時間になってきましたので、さらさらといきますが、こちら、時価総額ランキングですね、ビットコインイーサリアムカルダノ、入ってきましたね。はい、 16% のプラス、ちょっと下げ止まった感はあんのよね。まあそれはまたチャート分析でね言っていきますが、バイナンスが、若干、プラマイゼロぐらいかな、うん、伸び遅れというか、しておりますよと。でポルカドットもプラス 10% 弱、もしかしたらまたねこの4位5位も変わってくるような可能性もあるかなという状況でございます。まあ今ちょっとね3位から6位ぐらいまで、まあ、リプルも含めてやけど、ちょっと入れ替わりやすい、順位、環境になってるので、まあ、この辺りはまあそこまでめちゃくちゃ意識しておく必要はないけど、じゃあなんでそこまで上がってこれたのかっていうのには、必ず裏付けがあったりとか、理由があったりするので、そういうところはね、しっかりと、目を通しておくといいかなというところでございます。まあ、あとはずらずらと、まあ、全面高と言っていいんじゃないかなっていう感じですね。うん、IOST も頑張ってたしね。どこ行ったかな。まあ、ちょっと今ね、先行して伸びてた分、プラマイゼロとかになってるけど、まあ、基本的にはやっぱりこう、いい感じで伸びてきてた分の、ちょっと押し目かなっていうところではありますよ、というところですね。僕の大好きエンジンコインは、プラス 10%、65円ぐらいかな。まあ、ほぼほぼ、
上場してからは変わってないぐらいかなっていう感じですが、まあ一応ね、マインクラフトで、マイクラで使えるっていうのであれば、まあかなり、僕は期待できるんじゃないかなっていうふうには思ってますが、このあたりはまたね、今後触れていくタイミングがあればなというふうに思っております。はい。というわけでビットコインのチャート分析に入っていこうかなと思うんですが、僕いつもね、左手に時計してるんです。これ余談ですよ。余談いらない人スキップしてな。好きなように、スキップしよう。それに対してお前の余談いらんなんて言葉いらんぞ。俺は喋りたい時に喋りたいだけ喋るっていうことで。時計してると思うんですけど、腕時計。最近気づいたんですよ。これ動画、僕撮影してる時ね、パソコンの前ですよ、そら。ね。チャート見ながらやってるわけですけど、時計確認するのってパソコンの下に時計出てるから見れるし、僕の頭上にもね、カレンダー付きの時計あるわけですよ。ね。もう腕時計つけてる意味なかったんですよね。もう言うたらもうピッコロさんのあの肩パッドと一緒よ。もうあの肩パッドもズシャッと一緒よ。もうはずなんか動画撮り終わって外してズシャッみたいな。俺何しに腕時計つけてたんやろっていうことで、腕時計は今日はつけておりません。はい、完全なる余談でございました。以上です。はい、ではチャート分析に入りたいと思います。はい、ではビットコインですね。僕はね、今は一旦下げ止まったんじゃないかって言ってる、理由はですね。まあ、一応ね、3月入ってから、3月中旬ぐらいまでは、まあ、下落トレンドというか、下向きに動くんじゃないのっていうのがね、あらかたなまあ予想ではあるんですけど、まあそうなる可能性は全然あるよ。あるし、まあ全然 ありえるというか、まあ普通なんやけど、それはね、普通な出来事なんですが、このね、円建ての価格帯でいくと、480万から470万ぐらい、10万円幅ぐらい、ここはね、なんか割らなそうな雰囲気は出てきたかなと思うんですよ。まあ、ここでも前回のね、このヒゲで抜けた後もしっかりと戻ってきてる。で、ここで一旦ダブル、ボトムつけて上がってこようとしたけど、ちょっとね、逆に550万付近の天井圏で、ボミボミしてしまって、一旦下げに来たんですよね。で、ただここでやったら、この480から470っていうのを実体とかで割ってきてたら僕もうわかなり弱いなって弱含んだなと思うんですけど、ここで再びのダブルボトムなんですよ。これね、本当に最近よくあるんですけど、もうビットコイン行ったなと、お行きになられたなっていうところで、もう一回ダブルボトムをつけて、要はそのね、ショートに入ってきた奴らを焼きにね、一回上に上がるみたいなパターンはこれ結構あるので、これ僕はなくはないんじゃないかなと、流れ的に。ただ、ここからですね、まあ今日言った通り土曜日じゃないですか、で、日曜日。で、まあ月末なんで、まあ、どうなんやろうなというところではあるんですけど、まあ、普段の土日で行くと、ちょっとね、横するような動きで、終わってもおかしくないかなと思うんですけど、月末っていうのが絡んでくるから、ちょっとね、もしかしたら大きく動いてくるかも。なので、そうね、ここはちょうどね、1時間足の雲の切れ間がね、真上にあるんですよ。なんで、このダブルボトムを、形成するのであれば、ちょうどこの雲の切れ間、薄くなっているところを、抜けてこれれば、ダブルボトム形成するんですよね。そうなってきた場合は、再びやっぱりね、550万付近っていうのは、試しに来るんじゃないかなと思うんですよ。はい。ただ、その550を抜けれんのって言われると、今の現状ではわからない。うん。ただ、まあ一応そのダブルボトムの、まあセオリー的に行くと、この、まあ俗にお尻チャートって僕呼んでるんですけど、お尻みたいな形するんでね。お尻チャートの、この先端から、ネックラインまで、このネックラインまでの幅ぐらいがだいたい上に伸びてくるよって言われてるんですよね。そうなった場合は、単純に550は抜けてくるんですよ。はい。なので、このあたりはちょっと注目点にはなると思うんですけど、550万っていうのは絶対注目しておかないといけない価格帯。絶対、上値が重たくはなってるところなので、なのでもしかするとよ、これもう一つのパターンとしては、したら、550万っていうのが上で、そこが480万。付近になって、これでレンジを組むっていうのは僕なくはないかなって、これが一つ目のパターン。で、もう一つが、そのままダブル、ちょっと落書きしすぎてよ見えへんくなったけど、このダブルボトム、お尻チャートを形成して、シグナル完成して、で、上にズドンと抜けた、ついでにこの550万っていう厚い雲を抜けていくっていうパターンなんですけど、その場合でも、そのすぐ上にね、元々の日足レベルの上昇チャンネルの上限の線、566万円ぐらいかな。このあたりが上限の線になってきますので、まあ、このあたりも一つの、価格帯として頭に入れておいて、利確するか否かっていうのは、検討する、ラインになってくるんじゃないかなというふうに僕は思っておりますよ、というところでございます。はい。なので、一旦は480万から470万。まあ、一番最安値でいくと、まあ、468万円とかになっちゃうんやけど、この、一番安値のライン、このラインを実
体で割ってくるまでは僕は一旦、まあ、あのレンジも含めてね、さっき言ってたその470万が480万を底にして、上値が550万付近、このあたりのちょっと大きな価格帯にはなるけど、この価格帯でのレンジっていうのは含めた上で、ちょっと上には見ていってもいいんじゃないかなっていう風な、チャートには見ておりますっていうのを、まあ皆さんぜひ参考にしていただければと思いますよという感じでございます。はい、円建ては以上、ドル建てに行きたいなと思います。イーサリアムと、ビットコインに関してはほぼ一緒なんで、まあほんまにあのそのままトレースしてもいいんじゃないかみたいな感じではあるんですけど、一応これがね、ビットコインのドル建て1時間足ですね。バイビットのチャート使ってます。はい、で、そこライン、そこのラインでいくとちょっと円建てよりもねブレがあるんで難しいんですけど、最安値がねだいたいそうね4万5000ドルぐらい、なので4万5000ドルを実体で割ってくるようなことがなければ、一旦僕はさっき言ってたねレンジ的な形を、組むと考えておいてもいいんじゃないかなと思うんですけど、上がねこれね本当にね、あの円建てと若干のズレがあって、上は綺麗にこう円建てだとライン引けるんですけど、ゾーン引けるんですけど、ちょっと上抜けてるんですよね。そこを考えるとすると、5万2000ドル、5万2000ドルから、4万5000ドル。まあ、ちょっとね、かなりでかい幅になっちゃうけど、この幅での、抜けれずにレンジっていうのは、ちょっと頭の中に入れておいてもいいのかなっていうところ。はい。ただ、さっきの言ってたポイントね、円建てとここは一緒。ダブルボトムを、組みそうであるというところ。で、なおかつ1時間足の、雲の切れ間があるので、ここを突き抜けてくると、大きく上に、上がってくる可能性があるよというところ。はい、ここはちょっと押さえておいてもいいかなというところですね。はい、ただ一応この、5万ドル、は必ず、意識されてくると思うので、5万ドルはまず1つ目の意識ポイントで、そこから2000ドル上がっての5万2000ドル、要は前回のヒゲ、でちょっとタッチして落ちてきたポイントですよね。ここ何かっていうと、これ僕ね実はね、前々回、要は昨日休んじゃったから、前回の動画に言ってたんですけど、ここのね一旦ダブルボトムを組んだところがあったんですけど、その、安値部分なんですよ。なんでここはやっぱりねレジサポ転換してる、サポレジ転換してるので、サポートラインが次レジスタンスラインになってるので、この5万2000っていう、価格帯っていうのはしっかりと意識しておいた方がいいかなと。まあイコール、これイコール、冷やしレベルの、チャンネルの上限の線という形になるんですけど、まあ、このあたりはしっかりと意識しておかれた方がいいかなと。はい。で、もし割ってきたら、あ、やばいなっていうのが、4万5000ドルぐらいかなっていうところは、押さえておいていただけると、皆さんのトレードに役立てていただけるんじゃないかなというところですね。はい。あとは、イーサリアム。ほぼ一緒ですよね。見た目が一緒。うん。で、このね、よいしょ。ごめんなさい。よっ。この、ここよね。だから、イーサリアムでいくと、だから、1万6050ぐらいから、1万6080とか、1万じゃない、ごめんなさい、ごめんなさい、間違えた、1650から、1700ぐらい、このあたりまでが一応ね、抵抗体になるんじゃないかなっていう価格帯で、ほぼほぼ同じ、形で動いてるんで、同じくなんですが、ここでダブルボトム組むなら、上で、なおかつ、この今、高値を切り下げてるライン、ここが結構ね、効いてるので、しっかりとね、意識されてます。もう確実に意識されてるラインなので、ここを抜けてくると、結果的にダブルボトムを形成と。で、そのまま上がってきて、さっき言ってた価格帯をどうするかっていうのを見ていくという感じの、僕はシナリオを立てておりますので、一旦ダブルボトムを組むか否か。で、高値の切り下げラインで、抑えられるか否か。このあたりを見ておけばいいかなと。はい。で、イーサリアムでいくと、割ったらいけないラインは1400。1400を割ってくると、ちょっと一旦、様子見た方がいい、うん。戻ってきたところを売っていくかっていうところを検討していくようなラインになってくると思うので、このあたりの価格帯をぜひね、参考にしておいてください。ほい。で、続きましてがリップル。リップルもね、まあ、同じくですね、まあ、基本的にはこの高値の切り下げラインを、ブレイクアップできるかどうか、もう今みんな、もう、うずうずしたよ。もう、ウェイクメイアップ来るかしらってなったやろ。今日は歌えへんぞ。じらし作戦だ。はい。ここもまあ、ほぼほぼ同じなんですけど、まあ、ダブルボトム組んで、上昇してこれるかどうか。ただまあ、イーサリアムビットコインみたいにダブルボトム、形成イコール高値の切り下げラインをブレイクアップっていう形ではないので、まあ、その、ダブルボトムを組んで、上昇には転じるやろうけど、その後、
この高値の切り下げラインのところをどうしてくるかっていうのがすごく注目ポイントになってくるかなと。ここを抜けてこれるんやったら戻ってきたところを押し目を買っていくっていう方法は僕はありかなと思いますので、まあそこまでは一回見てもいいんじゃないかなと思います。ネックラインを抜けてからね、抜けてからどういう風な動きをするのかっていうところでポジション取った方が僕は、リスキーじゃなくて安全にいけるんじゃないかなという風に思ってます。はい。でリップラーも明確にね 0.4 ドル割ったらちょっと厳しいかなっていう形になってくると思うので、まあ俗に言うは皆さんが言ってる3月はちょっとね下落傾向にあるんじゃないかというところになってくると思いますので、このあたりを境に、皆さんのトレードのねお役立ていただけたらという風に思っております。という方で以上で今日は終わりたいと思います。今日もね動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。今日の動画がね参考になったためになったなっていう方はぜひねチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援してください。あとはね冒頭にも申し上げましたが、ただいまねバイビット、に、ですね初回入金キャンペーンっていうのをやっております。で入金額に応じた入金ボーナスキャンペーンっていうのもやっておりますので、それを使ってねうまくリスクヘッジをした状態で皆さんの、投資にねトレードにお役立ていただいて、勉強代とかにね使ってもらえたらなと思います。せっかくね、まあ、ちょっと100万円って大きく感じるかもしれないけど、まあ、それを使わずに5万円っていうのが浮いてくるわけやから、その5万円を使ってうまくやりくりしてみるみたいな練習はできるかなと思いますので、ただ入出金はできないからちょっと気をつけてね。ボーナスに関しては入出金してしまうとボーナス自体が消滅してしまうので、そこだけちょっと気をつけてください。入出金はできませんよっていうところは押さえておいてください。はい。というわけで、まあ、そちらのね、キャンペーン、使ってもらってぜひね、皆さんの投資を有利に運んでいただけたらなというふうに思います。はい。あとはね今日も、私着ておりますのは、フィールドカルチャーですね。はい。僕のおすすめしている、アパレルブランドでございます。はい。なのでぜひねこちら、フィールドカルチャー今日の服可愛いなと思われた方はこちらも動画の概要欄に、ね、フィールドカルチャーのオンラインショップのね、ホームページの、URL 貼り付けてますので、そちらから飛んでもらったら僕とお揃いの服を着れるよというところでね、ぜひそちらも、チェックしてみてください。ということで今日は以上で終わりたいと思います。また月曜日3月、1日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、リアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー、質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。